プチアイドルマスター隊は、原作、バンダイナムコエンターテインメント、漫画、アカネによる日本の漫画作品。電撃、魔王電撃魔王、アスキーメディアワークスにて2008年9月号より、連載中、バンダイナムコエンターテインメントのゲーム、アイドルマスターシリーズからのスピンオフ作品。プチドルという、アイドルたちに、 そっくりな姿をした謎の生き物と765、プロのアイドルたちの日常風景がゆるいノリで描かれる、4コマ漫画。なお、プチドルたちの書筆は、双葉チャンネル及びかねが、個人サイトで不定期に連載している4コマ漫画で、赤根の二次創作だった。鈴宮春日の憂鬱の二次創作から公認化された、ニョロンチュルヤさんに近い公認経緯を持つ作品で、あると言える。 スピンアウト作品だが、バンダイナムコエンターテインメントの公認作品であるため、単行本には、プロジェクトアイム s のロゴも入れられており、日巻以降は、セカンドビジョンのロゴマークになっている。ゲーム版、ザ・アイドラムスター SP に、プチドルたちがアクセサリーとして登場したほか、アイドルマスターの携帯サイトである、アイドルマスターモバイルでも、本作のコンテンツが、 配信内容に加わっており、他のコミック版アイドルマスターにない独自の展開を見せている。グッドスマイルカンパニーからトレーディングラバーストラップが商品化されたこともある。テレビアニメにも登場したことがあり、アイドルマスターの漫画作品の中ではメディア展開が盛んに行われている作品の一つである。2012年9月23日の東京ゲームショーにおいて、 ゲーム本編に続き、スピンオフである本作も、プチアニメ化が発表された。本作がもともと二次創作であったこともあり、設定については、動画サイトなどで見られた、ザ・アイドルマスターの二次創作に影響を受けているところが、多く見られる。アイドルマスターシリーズに登場する765、プロのアイドルたちそっくりな姿をした謎の生き物、 その出自や生態は謎に包まれている。未等身で人間の顔くらいの大きさの小柄な体格が特徴。人の言葉を話せず、それぞれの個体ごとに特徴的な鳴き声しか出せないが、弥生、響き、律子といった一部の人間は話す言葉が理解できるらしい。その他のキャラクターも大まかな意思表示は理解できるようで、コミュニケーションは円滑に行われている。 なお、モノローグで鳴き声を通訳する際は、丁寧語で表記される。一部のキャラクターは、季節の移り変わりや何らかの外的要因によって見た、目が変化する。商店街にあるモールにはプチドルたち専用の服が売られており、こういった生物が存在することへの認知度は高い模様。各キャラ概要の記述で、飼い主の名前がないプチドルは原則として765。 プロ事務所内で生活しており、事務所内に、新者も作られている。なお、命名者や飼い主が、モデルのアイドルと同じである場合は、本人と表記する。キャラクターの基本設定については、ザ・アイドルマスターの登場人物を参照。ここでは、プチマスに登場する際にあたり、若干の変更がされた、部分等を説明する。いずれもアスキーメディアワークス 電撃コミックス EX レーベルより発売。アイドルマスターのコミカライズ作品としては3作品目のドラマ CD 化が2010年12月24日に告知されている。第1巻は2011年4月27日発売。制作はこれまでのドラマ、CD 同様フロンティアワークスが担当している。プチドルたちの声は モデルとなった人物と同じキャストが起用されたほか、ナレーションは、大川徹が担当する。第2巻は、単行本題3巻と同日の2011年7月27日に、発売された。また、電撃、魔王2011年9月号のお試し版 CD に、ドラマ CD 未収録の話が収録されており、こちらは後にアイドルマスターモバイルにおいて、期間限定で、 無料配信された。オープニングテーマとして、プチドルの歌が用意され、ドラマ CD としては前作にあたる、エターナルプリズム同様に、ドラマ CD2 枚の全巻購入特典として、この曲が収録された CD のプレゼント企画が行われた。プチます。 プチアイドルマスターマイナスのタイトルで2013年1月1日から3月29日までアニメート TV ニコニコ動画にて月曜日から金曜日まで配信された約2分30秒の短編アニメで全64話ニコニコ動画ではすべての話が24時間限定公開のため日付が変わると削除されるので増刊後以外でバックナンバーを見ることはできない 2012年9月23日に開催された東京ゲーム賞内イベントザ・アイドルマスターセンスかサンデー出張版イン TGS2012 見逃し現金、驚きの新情報続々スペシャルにてプチアニメ化が決定したことが発表され同日中にアニメ公式サイトがオープンしたコミックス第5巻第6巻第10巻の限定版及び DVD& ブルーレイ各館には新作エピソードの OVA が同梱。2013年9月21日に千葉県の幕張メッセにて開催されたアイドルマスター8周年のライブイベントザ・アイドルマスターエースアニバーサリーホップ STEP フェスティブ L 幕張公演初日でプチマス。2期の制作が発表された。タイトルはプチマス。 エクスクラメーションマークが一つ増えた。10月29日に公式サイトにて、キービジュアル公開とともに、正式タイトル、プチマス。プチプチアイドルマスター、マイナスと2014年4月から6月まで配信。スタッフキャストは、第1期のままであることが発表された。全74話。第1期が、原作に忠実にアニメ化されたのに対し、第2期は、 オリジナルのエピソードが増え、原作のエピソードもキャラを変更したり、複数の話を組み合わせて再構成するなど、オリジナル色が強くなっている。2016年4月から6月まで、第1期が、ウルトラスーパーアニメタイムにてテレビ放送された。複数話をまとめて1話分にする再編集がなされている。エンディングテーマは1ヶ月ごとに変更される。第1期は、 第0話を除くサブタイトルの頭文字、第2期は OVA を除くサブタイトルの語尾の1文字をつなげると一つの文章になる。また、第1期 OVA についてもサブタイトルの頭文字をつなげると、分け合いいという四字熟語ができる。2013年1月5日より3月30日まで、毎週土曜日に配信されたネット番組。全13回。 大霊界のみ先行して YouTube で2012年12月27日に配信。内容はその週のアニメ一挙放送と出演の朝倉安美と原由美によるトーク番組。その週の放送回で印象的だったシーンを朝倉と原が声を担当しているプチドルのパペットを使って表現し、 どちらがうまく表現できたかで勝負したり、原作コミックスや CD といった関連商品の発売アナウンスなどを行っていた。関連 CD は全て発売元はフロンティアワークス、販売元はメディアファクトリー。スペシャル、CD 主題歌 CD プチマス。プチアイドルマスターマイナスに関するカテゴリー、プチマス。プチプチアイドルマスターマイナスに関するカテゴリー、 ありがとうございます。